入門したての頃、3年間はこの基本技だけやらされて、基本に通ぜしもの、精髄に至る。か、親父の好きな言葉だったな。ええ。でも、もう、指導してくれる先生はいないんですよね。俺なんて、まだ脇が悪癖が治ってないのに。そうだ、りょうさん。 できればお手本を見せてくれませんか？ ああ、いいよ。じゃあ、まず俺がやります。 姿勢が乱れてないかよく見ててください。 一歩前進すると同時に腕に力を込め、拳を打ち出す。 あ、痛い痛い痛い。 さあ、りょうさん、手本を見せてください。わかった。親父ほどうまくできないけど。いい感じですね。次が大事なんだ。 体全体の動きを強調させ、全身と同時に拳を突き出す。親父ほどうまくできないけど、腕に力が入ってなかったか。
り涼さんですね。動きが俺なんかより断然いいや。俺なんかとは全然違う。親父には随分鍛えられたからな。先生はいつもこの水泳続きが基本で一番大切だって言ってましたからね。この際もう少し練習してみますか。いややめとくよ。そうですか。稽古をする気になったらいつでも呼んでください。付き合いますよ。ありがとう福さん。神奈川県東部、明日は雨、のち晴れでしょう。ガチャガチャ、次で当たりが出そうなんだ。ねえ、100円ちょうだいよ。達也はいつもそんなこと言ってるな。悪いけど急いでるんだ。分かったよ。